今夜決勝戦を迎えました。7チームが参加したこのトーナメント、予想通り覆面同士の対決で決勝を迎えています。お聞きのように、まずマスカラスブラザーズの登場であります。ミルマスカラス、ドスカラスの入場。第1戦後楽園ホールでジャーマンズを粉砕、そして第2戦七尾大会で石川畑組を破りましたグレート小鹿大熊組に快勝。いわば血の通った兄弟にふさわしく素晴らしい連携プレーによりまして、世界のマスカラスブラザーズに向けまして連勝また連勝とマスカラスファンを唸らせています。そのミルマスカラス、ドスカラスの入場がこれから行われます。もう大阪府立体育会館八部通りはちびっこファンで埋まりましたけれども、そのマスカラスブラザーズの花道を取り囲みました。今回の来日の時にも試合のたびにマスカラス選手はオーバー仮面をファンに投げ入れておりますので、それがもちろん目的のようです。もうリングサイドはちびっこファンでいっぱいであります。大阪府立体育会館、非常に熱っぽい熱い眼差しを送っております大阪のちびっこファンです。ご覧いただきますように、2番メキシコ、2番メキコというような垂れ幕も下がりました。非常に似顔絵もよく描かれております。ミルマスカラス、ドスカラスファンであります。さあ、ちょっと人垣がかなり賑やかになってまいりましたが、拍手歓声が巻き起こります。ミルマスカラス、ドスカラスの入場ですが、どの会場でもそうなんですけれども、ドレッシングルームからなかなかリングに上がることができません。今日も非常に大きな体育館での試合でありますので、相当リングに登場は時間がかかるものと思われます。全日本プロレスの原リング原郡司リングアナウンサーが通路を開けてくださいと絶叫しておりますが、なかなか言うことを聞けません。しょうがないでしょう。年に夏には必ずやってくるミルマスカラスですけれども、本当になかなか会えないちびっこファン、もう少しでもミルマスカラス、ドスカラスの体に近づいて、特にこのオーバー仮面に一度は手を触れたいという気持ち、よくわかります。非常によくわかります。少年ファンです。さあ、最初に入場は弟のドスカラス登場してまいりました。記者会見におきましても、この PWF 杯争奪タッグトーナメント V 宣言をしてのけましたマスカラスブラザーズ、優勝は俺たちのものと、もう最初から門でかかっておりますけれども、さあ、占領役者ミルマスカラス、ここで登場。2人がやっと揃いました、マスカラスブラザーズ。大変な雰囲気に包まれました。マスカラスブラザーズのファンを押しのけながら、やっとリングに登場したマスカラスブラザーズ、 V 宣言をやっておりますが、さあ、しかし今夜の相手もなかなかの強者、ザ・デストロイヤー、ザ・クルーザー組の入場を待ちます。日本テレビのスポーツテーマが大阪府立体育会館鳴り響いております。ザ・デストロイヤー、ザ・クルーザー組の入場。第1戦はシード、第2戦は富山大会でトンガ鬼田組を破りました。オースティンアイドル、レイ・キャンディー組に快勝して決勝進出を果たしました。ザ・デストロイヤー、ザ・クルーザー組であります。特にリーダーのザ・デストロイヤーはマスクマン世界一のメンツにかけましても優勝を勝ち取りたい、そういった気持ちでしょう。白覆面の魔王健在、デストロイヤー入場。良きパートナー、ザ・クルーザーも快調のコンディションであります。の2人揃っての来日は、3回目なんですけれども、特に今回は弟のリング上ドスカラスのファイトが光っております。まあ、お兄さんのミルマスカラスの後継者はドスカラス以外にないと、これはまあ日本に来て初めての発言だったわけですけれども、非常に弟の実力上昇ぶりを買っております兄のミルマスカラスであります。このドスカラスですが、まあ、母国メキシコのマット界、それから海外でのマット界は、アメリカテキサスのマットには登場したことがありますが、その他のサーキット地区が出たことがありませんが、さらにまた全米を狭しとサーキットすることになりますと、相当実力上昇のものと思われます。さあ、ドスカラスの非常に粘っこい密着プレー、なんといってもマスクマン世界一は俺のものと豪語するザ・デストロイヤー、貫禄にかけてもこの辺り若いドスカラスにはポイントを譲りません。おっと、しかし釣り天井の攻撃になりました。ロメロスペシャルです。デストロイヤーが支えられます。ドスカラスの素晴らしい脚力、それから腕の力、非常にタイミングの難しい高度な技なんですけれども、ロメロスペシャル釣り天井見事に決めましたね。決めたけれども、今度はドスカラスの両肩が突きかけましたね。再三にわたってロメロスペシャルを、行っておりますこのドスカラスであります。あの前回の来日に比べまして非常にまあ軽量ではありますけれども、一つ一つの技の切れ味、それから今みたいに高級な技を見せるタイミング、
非常にいいですね。倉持さんね、今の場合の釣り天井はですね、ギブアップさせなきゃならんでしょ、で上からのデストロイヤーはですね、両肩を押さえてフォールしやすいですね。あ、まあ、体重的にはザ・デストロイヤーが、8キロぐらい上回りますよね。上回ります。あんまり特策と言える技ではありませんか。特策じゃないですね。両選手の対決です。まだマスカラスブラザーズ、ミル・マスカラス、音体のミル・マスカラスの出番はありません。この、ね、グランドレスリングをやってる限りではですね、メキシコの方はデストロイヤーには決めることはできないですよね。そうですね、巻き技じゃなかなかね、1本目の勝負、 PWF 杯争奪のタグトーナメント決勝戦、マスクマン同士の非常に華やかなリング上であります。さあ2人の動きが速くなりました。さあ飛んだのは、そしてフライングクロスアタック、ドスカラスが見せました。逆の形で当たりました。そしてドロップキック、ドロップキックです。さあそしてブランチャード、ブランチャード、トップロープからのブランチャードを見せました。さあドスカラス、非常に綺麗なブランチャードを見せましたが、すかさずミルマスカラスも飛び込んでいきますが、パートナーのザ・クルーザーも飛び込んでいこうというような気配であります。ちょっとしかし不意を食いましたザ・デストロイヤーです。若いドスカラスの非常に鮮やかなブランチャーを食いました。場外です。なかなか軽快なタイミングですね。 あれはまあお得意の巻きですからね、さあしかしザ・デストロイヤー、クルーザー組は本当に同じコスチュームですけれども、これはどうやら相手が違います。非常にうまく切り替えました。このあたりもザ・デストロイヤーの非常に頭のいいところでありますが、真っ赤なタイツ、それから真っ赤な膝当て、白覆面に赤い筋、ザ・クルーザーが今出てきておりますけれども、これは相手が違います。倉持さんね、今ブランチャーでね、人間ロケットを受けたデストロイヤーですがね、かなり腰を打ちましたね。腰を打ちましたか。でその腰を打ったんでね、その真似をして、クルーザーに交代したというわけですね。そうです、なるほど、わかりました。正式なタッチがどうやら認められました。上樋口レフリーです。相手も違います。ザ・クルーザーと今度はミル・マスカラスの対決になりました。リングの中央であります。相当あのブランチャーを受けたんで、あの受けた時の衝撃度というのは相当なもんですからね。そうでしょうね、上から落ちるのと自分の体重とね、それから相手がかぶさってくると両方ですからね。そうですね、竹山アナウンサーのリポートによりますと、ザ・デストロイヤーの腰がちょっと悪いというような情報であります。さあパートナーのザ・クルーザーが登場してまいりました。クルーザーとミル・マスカラスの対決になっております。ピーダル杯争奪の、タグトーナメント決勝戦。ところで、まあ、田澤さん、このタグトーナメントというのはアメリカのマット界でも大変に流行っております大流行なんですが、しかしは何と言いましても元祖は、全日本プロレス年末に行われます恒例の世界最強タッグリーグ戦、これはまあ言うまでもありませんね。それだからデストロイヤーとしてはですね、去年マスカラス兄弟がね、出られたし、自分はいいパートナーがなかったんで出られなかったと、これ頭にきてますね。そうですね、まあ、ところで世界のこのいわゆるタッグトーナメントですけれども、皆様ご存知のように6月の28日 NWA 最大の激戦地と言われております五大湖地区でデトロイト地区認定の世界最強タッグトーナメントが開かれまして、これも世界から8チームが参加して、ババツルタグミが実に優勝を果たしました。その後7月4日、アメリカフロリダにおきまして US チャレンジカップタッグトーナメントが行われましたが、この時ザ・ファンクスが決勝進出を果たしております。さあ、あの先ほどの田澤さんのお話ではありませんが、この PWF 杯争奪タッグトーナメントの優勝チーム、開幕戦の記者会見の時にジャイアント馬場選手は、今年の80年の、恒例世界最強タッグトーナメントに優勝チームはその出場の参考にするというような発言がありましたね。そうですね、当然また勝った方のどちらかのチームは当然エントリーするものと思われますが、80年恒例の80年代世界最強タッグ決定トーナメントの参考にするという発言がありました。それだけに両チームにとりましてはもう必死であります。ミル・マスカラスとザ・クルーザーの対決であります。1本目の勝負です。全国をサーキットしてまいりましたこの第2次サマーアクションシリーズでありますが、大阪大会でもミルマスカラス、ドスカラスファンが多いですね。多いですね、とにかくまあさっき入場の時入れないですからね。はい、そうですね、大阪府立体育館は非常に大きな、館内なんですけれども、超満員に膨れ上がりました。先ほど私が、この館内に来ましたらですね、小学校6年生、奈良県の小学校6年生の可愛らしい少年がですね、夏休みの宿題にミル・マスカラス選手にベルトを送りたいということで、一生懸命作ったそうですね。それをまあ持ってきてミル・マスカラスに渡してくださいというふうに頼まれましたけど、ミル・マスカラス選手が非常に喜んでおりました。あ、そうですよね、大変な人気ですミル・マスカラス。
まあ、過去このリング上でもやったんですけれども、ミルマスカラスはいわゆるこの非常にスリリングな覆面剥ぎルールを使用した試合、日本で2試合ありましたけれども、53年の9月の13日名古屋におきましてエル・ハルコンと対決して、あの時の試合はこのミルマスカラスのマスクが半分以上裂かれましたね、顎の辺まで見えたですね、はい、それから翌年の54年の8月の22日確か札幌のリング上だったと思いますが、アブドラド・ブッチャーとの特別試合の時にもブッチャーの狂気によりましてズタズタに覆面が裂かれまして、振り毛、それから顔の半分、鼻の部分あたりまで確か見えたと思いますが、そういうようなスリリングな試合を行いましたミル・マスカラスです。今回の来日、親分格のミル・マスカラス、兄貴のミル・マスカラス、どう見てますか。むしろね、弟を仕立てるといったようなね、はい、風に私見ますね。ははしかし、まあ、このなんていうんでしょうか、非常に体から発散するムードはいわゆるこの NWA 王座のムード、やはりそういう話がね、ついて回りますから、そういう感じがしますね。前半はね、はい、むしろ弟を引き立てて、後半は自分の、さあ注目の一戦です。リング上、ミルマスカラス、ザ・デストロイヤーの対決であります。サイドのヘッドロックに取りまして、覆面の両目に手を入れました。ザ・デストロイヤー、デストロイヤーもやる気満々、俺が世界一、マスクマン世界一、両者ともにそういう風に言っております。マスクマン世界一のメンツにかけましての対決なんですが、あっとあっさりとザ・クルーザーに渡しました。再び、タッチが行われます。ザ・デストロイヤーとミル・マスカラスの対決、これはじっくり観戦したいですね、田沢さん。これは手をかけてもお互いの意地がねありますからね。そうですね、2人の壮烈ないわゆる象の争いは、まあ、日本のリング上におきましても数々展開されましたが、それ以前に田沢さん先ほどお話しなさいましたが、11年前のロサンゼルスのマット上で日記劇が始まっております。1969年代、当時マスカラスはロサンゼルスのトップスター、その数年前、1963年代はデストロイヤーがロサンゼルスのトップスターでありましたけれども、この2人がロサンゼルスのトップの座をかけまして US 選手権で争う予定です。今登場はザ・デストロイヤーです。ザ・クルーザーがエプロンサイドにおりますが、ちょっと覆面に手をかけました。非常に上樋口レフリーの死角をつきまして、ザ・デストロイヤーが巧妙にミル・マスカラスの覆面に、後ろの部分に手をかけましたが、この試合はいわゆるルーザー抵抗区マスクマッチ、覆面剥ぎルールは全く使用されておりません。 BWF 杯争奪のタグトーナメント、ちょっと待ってください。ザ・デストロイヤーがちょっと卑怯な技に出ました。ザ・デストロイヤーがミル・マスカラスの覆面をほどきにかかりました。黄金のゴールデンカラーの覆面の黒い紐がちょっとたるんでまいりました。大変なことになりました。60分の3本勝負、勝った方が BWF 杯の優勝トロフィーを受けることになっておりますが、さあリングサイドでザ・デストロイヤーがマスカラスの覆面に手をかけました。もう 90% 以上のお客様がマスカラスファンです。ゴーゴーたる悲鳴、これはもうアメリカでいうブーイングですね、はいはい、ザ・デストロイヤーに向けられました。さあしかし今度は2人がかりの攻撃になります。おっとダブル変態飛行、ダブル変態飛行を見せましたマスカラスブラザーズです。相手はデストロイヤーではありません。どうやらクルーザーのようだ、クルーザーを標的にいたしました。さあミルマスカラス、怒りの攻撃を見せますか。マスカラスの表情がちょっと鈍くなりました。厳しい表情をしております。相手はザ・クルーザーだ、大きく対抗、おっとそのまま振り巻き邪魔、おっとそのまま当たりました。フライングクロスアタックであります。フライングボディアタックを見せました。今度はデストロイヤーを場外に葬ります。振り向きざまのフライングボディアタックから、今度はおっと、さあ今度はドスカラスに相手を渡します。もう一回ロープに放っておいて、おっとフライングクロスアタック、これは喉元に命中いたしました。人間の一番弱い部分に命中、そのまま覆いかぶさって波状攻撃をかけるか。ミルマスカラスからドスカラスにタッチが行われました。何を持っていくか、そのまま変態ダブル人間爆弾、そのまま抑え込む、ドスカラスが抑え込んでカウントする。新しい新兵器、変態ダブル人間爆弾、見事に成功いたしまして、マスカラス連携だったんだけれども、はい、結局は大きく動き出すと、はい、やっぱり虫こぐになりますね。そうですね、まあ、マスカラスブラザーズの新兵器が見事に決まったわけですけれども、あの空中でワンクッションを置きましてのボディープレスですね、まあ、変態ダブル人間爆弾というふうに、命名されましたが、なかなかいい技ですね。いい技ですよ、まあ、あれが決め技になったが、それまでの経過としてですね、やっぱり、大きな動きで
クロスショップあたりで相当痛められましたね。そうですね、再びドスカラスとザ・クルーザーの対決になっております。今回の来日、本当にこの弟のドスカラスの動きが非常にシャープです。大きくロープに振ってドロップキック、角度もいい、非常に当たっているところもいいようです。顎の先端に命中しましたドスカラス、やはり若いですねドスカラスは。この跳躍力が違いますね。さあメキシカンストレッチホールドに行きました。メキシカンレスラーの得意技密着プレー、館内はかなり蒸しやすく熱気でムンムンしておりますが、しかし背中に汗をかいておりますドスカラスですけれども、密着プレーに出ました。ここでザ・デストロイヤー親分格の登場。一本取られておりますので、相手はこのドスカラスに絞っていることでありましょう。タックルに行きました。さあドスカラス大きくまたいで、さあザ・デストロイヤーが大きく肩の上に乗せました。エアープレーンスピン、エアープレーンスピンに行きます。ザ・デストロイヤーです。いわゆる足4の字固めのプロセス。さあどういう風にどこで突き落とすか。頭がクラクラするドスカラス、軽量です。さあ足4の字固め、フィギュア4レッグロック、右足から入りましたが、さあミルマスカラスがここで助っ人に出ました。ミルマスカラスが助っ人に出ましたが、さあワンクッションを置きまして足4の字固めに出ました。ザ・デストロイヤーの攻撃、得意技ミルマスカラスが出てまいります。足4の字固め、左足を外しました。初めて見せましたねこの対戦、見せたら今クルーザーちょっと動きが悪かったですね、もう少し早く入らなければいけませんね、再び巡洋艦のザ・クルーザーが登場して、同じく反対側から足4の字固めを決めようとするんですが、さすがにしかし本家ザ・デストロイヤーの足4の字固めとスピードが違います。さあ再びミルマスカラスが登場してまいりました。ところでこのネックハンギング、いや両方のボディに手を回しましたミル・マスカラスであります。非常に軽量級のレスラーでありますけれども、なかなかの力技を見せますミル・マスカラス。ところでいよいよファンの間では NWA 世界ヘビー級選手権のムードが非常に高まってまいりました。世界で一番強い男ハリー・レースは来日直前まで非常に精力的な防衛を果たしておりますけれども、非常に最新情報が入りましたのでご紹介してまいりましょう。さあしかしリング上はザ・デストロイヤー親分格同士の対決になりました。ハリーレースはジョージアでトミーリッチに防衛、タンパでダスティーローデスに防衛、セントルイスでケンパクラに防衛。さあデストロイヤーがフライングのニードロップを見せました。これは思い切った技を敢行しましたが、膝を自ら打ちました。さあ再びリング上に注目してまいりましょう。ロープブレイクですね。その後ノースカロライナでリック・フレアに防衛、テキサスに渡りましてケビン・フォン・エリックに防衛、デビッド・フォン・エリックにも防衛しております。非常に調子を上げて来日が待たれますハリーレースであります。ハリーレースの口癖は田澤さん、はい、Anytime my condition is best というんですけれども、アメリカのいずれのこの防衛も、時折反則負けの防衛ですとか反則勝ちの防衛、両者リングアウトドローの防衛とあるようですけれども、しかしとにかく防衛を果たしての来日ですからね、不気味な存在ですね。とにかくあれくせ者ですね、大変だね。いよいよ次週の放送から NWA 世界ヘビー級の選手権が始まります。さあリング上再び注目してまいりましょう。クルーザーと弟のドスカラスの一戦であります。非常に軽量のミルマスカラス、ドスカラス組2人合わせますと211キロ、駆逐艦と巡洋艦のコンビは2人合わせますと、248キロであります。重量的にはザ・デストロイヤー、ザ・クルーザー組が非常に上回ります。しかしこの田澤さん、レスリングの魅力というのは、特にミルマスカラス、ドスカラスの魅力というのは、大きな選手をもう簡単に粉砕するところに魅力がありますね。あのスピードとね、跳躍力ね、はい、2人の連携が見られました。リズムがありますからね。そうですね、駆逐艦の登場であります。ザ・デストロイヤー、相手はミルドスカラス。ノータッチ、ノータッチですね、認めません。ジョー・ヒューチレフリーであります。よく見てますね、はい。このやはりつなぎ連携プレーといいますと、2本目に入ったんですが、ザ・デストロイヤー、ザ・クルーザーがちょっと狂いが生じているようですね。そうなんですね、今ご覧いただきましたように8合わせリング中央、非常にうまい連携、ミルマスカラス、ドスカラス、血を分けた兄弟です。弟の魅力、兄貴の魅力、さあ非常に夢のカードが実現されております。さあ2人がかりで4人の選手が入り乱れました。さあ誰と誰がぶつかり合いますか。非常にうまいミルマスカラスが、ミルマスカラスがクルーザーを抑え込みました。そして弟のドスカラスはザ・デストロイヤーを場外に放り投げております。2プラトン2人がかりの攻撃で、さあおっと2人がかりドロップキック、変態飛行ドロップキックを見せました。鮮やか変態飛行であります。
さあ一気にスープラゾンの攻撃で、あこれストレート形を狙っております。マスカラスブラザーズですが、これはタイミングを外しました。ダブル人間爆弾うまく外しました。ザ・クルーザー、ここで大技を持っていきます。大技を持っていく相手は軽量ドスカラス。おっとマット上では試合はしません。リングサイドに降りました。ザ・デストロイヤーに一旦渡します。パンチ一戦、さあ有利な立場になりました。ザ・デストロイヤーの強烈なタックル、右の肩が食い込みました。必死ですね、時間も必死ですね。あとがない。そうですね、今のところ巡洋艦そのまま覆いかぶさってカウント3。簡単に軽量のドスカラスを葬りました。エビがために葬っております。彼らのデストロイヤーの右肩ショルダータックルでダメージが大きかったんですね。会場も熱っぽい雰囲気、両選手4人とももう大汗をかいております。選手にとりましてはちょっとつらいリング上になりましたね。あら辛いですよ、もうね。3本目の勝負、こういう密着プレーに行きましても汗だらだらの両選手。ドスカラスが再び登場してまいります。弟のドスカラスです。この PW 杯争奪のタッグトーナメントが終わりますと、いよいよこの全日本プロレス夏の陣第2陣は NWA 王座のムードになってまいります。このミル・マスカラス選手も、チャレンジャーの一人、最後のチャレンジャーとして来日を果たしました。さあ今度はミル・マスカラスのブレンバスター、ブレンバスターザ・クルーザーに打ちました。非常にこの NWA の世界ヘビー級のタイトルマッチは流動的で、最後のチャレンジャーでありますこのミルマスカラスの相手は馬場になるのか鶴田になるのか、現チャンピオンのハリーレースになるのか、非常に流動的です。さあ親分同士の対決、これは見ものです。因縁の対決、共に覆面世界一を名乗っております。日本でのリング上ではややザ・デストロイヤーの星がいい2人のシングルマッチの対決であります。大いに自信を持っておりますザ・デストロイヤー、アメリカでのテリトリーが違います。特にミル・マスカラスは、母国メキシコのリング上を非常に大事にしておりますし、アメリカのリング上ではテキサス、ヒューストン、あるいはまたロサンゼルスのマットにしか出ませんので、なかなかアメリカでの対決は実現しません。日本のリング上で実現しました。夢の対決です。デストロイヤーのマスクは剥がれますよ、半分口のところまで行きましたね。さあ、おっと口が本当に見えてまいりました。ザ・デストロイヤーの白覆面です。デストロイヤーの白覆面が鼻の下の部分まで見えました。弟のドスカラスが懸命に覆面を剥ごうというところ、反対側のコーナーではミル・マスカラスがザ・クルーザーの白覆面を剥ごうというところであります。さあ場外での乱戦、さあリング上では、弟のドスカラスがエビ固めに取ろうとする。やはりこの覆面を大事にしているだけにメンツがありますからね。激しい攻防です。もう一触即発というような感じですね。そうなんです、デストロイヤーの顎が出ちゃったんですが、はい、この決勝戦、トーナメントの決勝戦は覆面剥ぎルールは使用されておりませんので、しかし両者の憤り、マスクマンメンツがありますので、そのマスクマンレスラーにとりましては非常に大事なマスクに手をかけようとする4人の選手であります。リング上です。クルーザーはエプロン、ザ・デストロイヤーが登場して、弟のドスカラスと、ここでミル・マスカラスが背中越しから行きますか、正面から行きました。一発かませます。3本目の勝負です。何しろ優勝したチームが80年世界最強タッグ決定リーグ戦エントリーした場合に出場の参考にするという発言がありましたので、大に乗りに乗っております両チームです。昨年はマスカラスブラザーズがその世界最強タッグリーグに登場。ザ・デストロイヤーはパートナーに恵まれませんで不参加になっております。今年ことは出たいというザ・デストロイヤー。ドスカラスを捉えようとするチームリーダーのザ・デストロイヤーです。さあ再びクルーザーがエプロンサイドに回りまして、どうやらこのドスカラスの覆面の後ろに手をかけた模様です。どういうレスリングをいたしますか。もう本当に後がありません。3本目の勝負です。この3本目の勝負でピンフォールを奪った方が優勝トロフィーをもらうことができます。 PWF 杯争奪のタッグトーナメント参加7選手によって行われました。決勝進出は覆面同士、オースティンアイドル、レイキャンディー組も非常に期
待されたんですけれども、惜しくも敗れましたね。負けちゃったですね。さあ3本目の勝負です。体、いわゆるこの軽量のドスカラス、実に、まあ、105キロしかないんですけれども、長い視野になりますと損です。さあザ・デストロイヤーは何を考えていくか。さあ相手を飛ばしました。そして城樋口レフリーに突進。城樋口レフリーもその反動で場外に倒れ込んでしまいました。あ、レスラーのタックルを受けたんではかないませんね。ないですね。その反動で腰を打ったようです。城樋口レフリーが非常に渋い表情をしております。さあリングに降りておりますのはザ・デストロイヤー。クルーザーが再び上がってまいりました。マスクマン、ミルマスカラス、ドスカラスは今度はドスカラス、ドスカラスがザ・クルーザーに対しまして、今度は足を絡めまして、スモールパッケージホールド、勝負がつくか。カウント、おっと、これはミルマスカラスが巧妙。カウント2で城樋口レフリーの右手に手を、自ら自分の手を入れまして、カウント3を防ぎました。さあ怒ったのはザ・クルーザーだ。さあおっと、回転エビ固め、そのままジャックナイフ型の回転エビ固め、ドスカラスが見せまして、カウント3が入りました。これはクルーザー取られました。ジャックナイフ型の回転エビ固め、一瞬の隙をつきましてドスカラス見事に決めまして、カウント3。これはもうどうしようもありません。ミルマスカラス、ドスカラス、マスカラスチーム堂々の優勝というふうに申し上げておきます。あっけに取られました。ザ・デストロイヤー、ザ・クルーザー組であります。今一生懸命アピールしておりますけれども、城樋口レフリーは認めません。アピールすべきですね、グランドさん。そうですね、そういう部分もありましたね。完全にね、スリーカウントしてるのにですね、はい、どういう引きをつかまえてしまったんですかね。そうですね、今のはちょっとどうかと思いますよ。まあ、ミル・マスカラス選手のインサイドワークと言ってしまえばそれまでなんですけれども、うまくカウント3が入る瞬間に自分の体を合わせましたからね。そうなんですよ。でレフェリーの方はやっぱり冷静を、はい、とにかく指示しかけていましたからね、はい、その瞬間をつきまして見事にドスカラスがザ・クルーザーを抑え込みまして、2対1で、マスカラスブラザーズ優勝であります。優勝を果たしましたミルマスカラス、ドスカラスチームに読売テレビの須藤放送副本部長にから須藤放送副本部長から TWF 杯の優勝カップが贈られます。3冠7チーム撃破して堂々の優勝。さあ我慢ならないザ・デストロイヤーが放送席にやってます。